はい、スポーツライフプラネットです、うちの一番の売りはこのドラグリペアキットですね。こちらごめんなさい、スピニングのドラグのリペアキットなんですけど、1年だいたい締めっぱなしでスピニングリール使っていただくとこのような形ぺったんこになってグリスが切れた状態になるんです。で、まあ、うちはそのダイワグローブライドのメンテナンスの会社ですんで、まあ、そういった部分アフターサービスとかメンテナンスのキットを出していくっていうのが売りになってます。で、まあ、このキット見ての分かるようにグリスに眼振されてる、ドラグワッシャーですんで、このまんまご自分で、古いドラグワッシャーを外していただいて新しいものをこうふかふかしたねドラグワッシャーに変えていただく、そういったものをやっていただくことになります。で、まあ、グリスについてるんでそのまんま付け替えるだけで元の性能に戻るっていうものになってます。カラーパーツとか、ベアリングの追加キットとかそのアフターサービスに使われるいろんな部品を今後出していく予定なんで、ぜひ皆さん見ていってください。よろしくお願いします。はい、こちらの商品なんですけど、おちょ森蔵さんが、こういっぱい持ってるハンドルのノブですね。見た目は普通のノブと変わらないんですけど、触るとベタベタしてます。要はアメリカのダイワのプロスタッフが、巻きもんガーって巻いて釣る釣りですよね。ハードルワーで早く巻くような釣りの時にバイトがあった時とか手が滑ってしまう、そういう時にグリップするノブ、そういったもので手が滑らないようにバイトをものにするっていうようなノブ、まあ、純正でついてると好き嫌い好みが分かれるところなんで、うちスポーツライフプラネットがアフターサービスとしてノブを出すことになりました。今後リリース予定なんで、まあ、よろしくお願いします。まあ、いろいろそういったアフターサービスの部品見ていただいて、あーダメだ。そこカットできるんですか？どうしようかな。どうしようかな。